ゴール前、打てた、決まった、シュートを狙っていった、柳、決めるか秋田、守りきるか群馬。このコーナーキック、巻いてくるボール、内田のボールは最後押し込みました。混戦の中、アディショナルタイム、気持ちで押し込んだボールでしたね。この混戦の中、泥臭いという、ね、この表現がピタリと来るような、勝ちたい気持ちが見えた、そのゴール。残りは5分を切っています。0対0、 SC 相模原のコーナー、ヘディング、ヘディング、木村誠二だ。いや、体押されてますけども、よく山田裕樹、大津、大津縦に仕掛けた、大津が上げたクロス、真ん中ルキアンには届かず、こぼれを山本浩介、リフレクションしたボールがゴールに吸い込まれました。まあ、ここね、しつこくサイド両サイド崩してた中で、このクリアボールのところ少しねミスになったところを伊藤浩介がしっかり拾って、まあ、思い切ってねここ打ちましたよね。まあ、それが結果として星に当たってゴールっていう形になりましたよね。さあ、ルキアの落とし、大森が行く、預けて大津、大津自ら持ってシュート、カウンター一発、最後仕留めたのは大津。この後ですよね、ボール奪った後にルキアンで起点作って、はい、大森運んで、大津ですね、これ大森がランニングしてるんで、時田もこうなかなか大津に行くことができませんでしたよね。大津は選択肢があったんで、パスかドリブルからそのままシュートっていう選択肢を最後選びましたよね。遠藤、遠巻きと縦パス、大津、大津対宮部、大津が行く、2人に囲まれますが間を割って、さあ大森、大森パスにした、ルキア、左サイドを突破して最後はエース、まずはサイドのところで、ここが大津がしっかり起点作って、これヒール、まあ、見えてたか、まあ、自分でかわしていこうかっていうところだったと思いますけどね、はい、大森が受けて、まあ、顔を上げた時にもうルキアン動き出してましたよね。しっかりそこにボールが入ってきてますからね、うん、自分でかわそうと思ったかもしれないですね、大津は。まあ、それが大森に通って、ベースで呼び込んだ小川大輝、キーパーの位置も確認しながら、さあ自分で行くか、小川大輝、小川大輝マイナス戻してシュート、金子ダメよ、ランニングして、まあ、フリーでしたよね、もう、はい、でマイナスから入ってきた金子ですね。まあフリーで入ってきたんで、ゴールキーパーの動きをしっかり見ながらね、ゴールに流し込みましたよ。山田、もう一度長谷川、さあくさびを入れて宮崎、左サイドリラのシュート、先制甲府、ウィリアンリラ今シーズン4点目、見事でしたね。まずこのくさびが良かったですね、後ろからの斜めに入ってきた、はい、でそれに向かってここ山田ですね。そうですね、はい、でバイタルエリアでもう体の向きもうまく作りながら、宮崎ワンタッチでリアのこと見えてましたし、でなんて言っても最後もうあの右、ああいうのがこうチームに良い影響を少しずつあの出していきますからね、はい、そしてその川田から前線へのボール、宮崎シュートを狙っていった、宮崎のミドルシュート、ゴール左隅、そうですね、これセカンドボール拾ってですけど、彼はもう本当はあの今日ここまではもうスーパーなプレーしてるんじゃないですかね、はい、やっぱり今のシーンもそうですけど、前にボールが入った時にここにボールが来るんじゃないかっていう予測が入ってますし、
何よりもこの今日はこれだけ雨が強く降ってる。中村亮太郎さ、中に駆け込んでいく、グラウンダーのクロスを合わせた三平。この合わせ方、まずニアに入ってきて溜めといて、三平うまくこうあのボールスピードをこう生かしながら、はい、後ろに松崎がもらいます。南が出てきてついて、ね、ここ引き出して新里をズバッと入れて、中山感謝、右足だ。先制は水戸ホーリーホック、見事こう相手を引きつけて最後足首でグッと逆取って、でなおかつシュートも対角線に低くて速いボールっていうところで、まあ、もう受ける段階でボールの移動中に今度は左に張りながら高江、左サイドを使います。三木切り返して中、ワンタッチ、ゴール前、うん、打ってた、決まった、町田先制。立ち上がり11分、最後は佐野回収。吉田選手の意図も非常に合ってますし、中島選手のこのパスもね、あのひょっとしたら最初に佐野選手に落としたっていう可能性もありますけど、まあ、ここはこううまく味方の選手の位置を見ながら落としてますし、ここも町田、奥山から今度は左サイド、入れ替わり立ち替わり、三木、中島、前を向く、決まった、2点目、立て続けに町田しっかり収めて、まあ、反転して素晴らしいシュートですね、中島選手の。このね、太田選手の、ね、判断も非常に良くて、まあ、ワンツーで抜けるっていう選択肢を持ちながらゴール前なので飛び込んで、これ高橋、ここもダイレクトのパス交換で前に上がってきます。佐野、中、さあゴール前、完全にフリーだ、3点目、最後は太田修介。佐野選手が最終ラインで絡んだ後から、そこからセンターバック縦パス入る、また長谷川選手のポストプレーから、あの佐野選手が絡む、そのラストパスですよね。みんなが流動的に動いてます。8分を回って一つフィント、お左決まった、町田さらに追加点、4点目が入ります。まあ、決めてるコースにね、しっかりとしたボールを蹴るっていうね、まあ、練習通りのこれも PK だと。得点から久しぶりに離れていますがどうか、右足で決まった、右隅に決めていきました、チームのトップスコアラー。まあ、最後はやはり自分の決めたコースに自信を持って振り抜いたというような PK になりましたけど、やはりこういったところの落ち着き、合計2人倒れています。長崎はエジガルからワンタッチ、さあ抜けた、シュートは打てるか、まだ打てない、戻して、決まった、長崎2点目、澤田。前半アディショナルタイム、あとはここで、マイコン選手このタイミングで上げなかったのが良かったですね。はい、相手が滑ってくるのを分かってましたので、そのタイミングで切り返しを入れて、でそのタイミングで澤田選手がしっかりと中に入ってきたと、マークはいたんですけども、澤田選手の出だしの方が早かった。その FC 琉球は2点のビハインド、2点をリードしているのがホームの長崎です。まあ、ここも途中で引っ掛けてゴール前を送っていく、エジガルが、トクラー、シュート決まった、後半早々頭の中に入れてたというところ、あとはこのシュートは非常に簡単なシュートではないと思うんですけども、しっかりとインステップじゃなくてインサイドですよね、でコースを狙ったキーパーと逆の位置に流し込むという、この守備からの連動した。どうやら長崎のベンチにまだ動きはないようなんですが、逆に琉球にありそうです、うん、なりそうですね。ボール奪った風間光也から、阿部の前だ、阿部は前が空いた、シュートは決まるか、決まった、最後は清水勇気というような判断をした中で、中のフリーの清水選手に合わせたボールでしたけども、非常に判断としては良かったと思いますし、最後清水選手も、まあ、新田選手がゴールにカバー入ってたのでコースとしては限られてたと思うんですけども、次が早い攻撃に移ります。谷内田ラストパス、アリバナイスセーブですが、まだゲームは続いている、枠を捉えました、ゴ
ゴール認められて栃木先制。山この抜けたところ、まあ、小熊選手シュートを打って、まあ、これキーパーとしてみれば出なければいけないですし、でそこであの痛くても本当は立たなきゃいけないわけですよね。ファールじゃないわけですからね。そしてディフェンスも2人残っていたのでオフサイドもありませんでした。そうですね、それもそうですし、石川から草野、草野抜けた、草野、山口同点。飲水タイムが明けてすぐに同点。目測を誤って完全にボールをクリアできませんでしたよね。でいて草野選手のところにうまくタイミングよくこぼれてきたっていう感じですよね。こういう流れの中でボールを見ながら体に当ててうまく落ちたのが自分の方向に落ちてきて、まあ、これただシュートは素晴らしいですよね、はい、逆サイドをうまく狙って。溝口を使います。谷地田幅を取って2対2の局面。谷地田、谷地田、ギアを上げた、柔らかいボール、豊田だ。今日2点目豊田。後半途中選手体ひねりながらコースきっちりボールの北サイドが空いてるのをきっちり見てますよね。これ最後まで、で最後打ってますよね。これはあのやっぱり基本に忠実ですよね。ボールが来たサイドっていうのは確実に。いやサイド柳そらす、柳がキープ、柳途中3点目。大きな3点目が入りました。ちょっと本当石川選手がこう遅れた分だけ、ただこれ思い切りのいい逆サイドに行きましたよね。ただあの吉水選手のあのジェスチャー見てるとディフェンスラインに相手が入ってたのか。そうですね、ただまああの山口の上これつなげますからね、はい、こぼれた、入ってきて決定機だ、シュートだ、返した。川野のゴールで山口1点差。宮上帯も反応はできませんでした。まだ18歳ですからね、これからまだどん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 伸びていくと思いますよね。地元山口出身で山口の下部組織で育ちました。今シーズンの初ゴールで縦に入れる、奥抜き、タッチラインにはターンしてかわしていく、さあ仕掛けた、対応するのは山本力人、横パス、シュートは、シュートはボールだ、来た、先制を、早かったですし、まあ、俊介なんかね、まあ、うまく、まあ、そこで、まあ、引き寄せたっていうんですかね、まあ、素晴らしい。ボールは大宮、10番の黒川です。黒川、そして26番ボランチの小島、いいボールが入る、さあ菊池だ、マリウスの方が押し込んだ、大宮アルディージャー2点目、18分。しましたけど、まあ、そこをね、こぼれ球ねしっかりといる、まあ、ゴール前にしっかり人数をかけているというところでそのこぼれ球をしっかり拾えてましたからね、まあ、この小島選手が絶妙ですよね、まあ、フリーでねこうやっぱり蹴れれば、まあ、この選手なので両チームとも選手交代できましたよ。あと花戸だ、花戸、花戸からどうだ、梶川、ゴール前、さあ来た、決めたのは杉本、東京ヴェルディ1点返した。いや、いい時間帯取りましたね。40サイドから杉本選手もしっかり入り込みましたから、まあ、ボールも人もしっかり、まあ、動いた本当ヴェルディらしいゴールでありますよね。